ありがとうございます。じゃあ早速ですが、クリーンなまちづくり計画の最終報告ということで、中央大学 YMCA の国際ボランティアサークル羊雲の関口亮がお送りさせていただきます。よろしくお願いします。はい。で、簡単に自己紹介なんですけども、私は関口亮という名前で、中央大学の文学部の人文社会学科中国言語文化専攻というところの大学3年生でございます。中国語を毎日勉強していて、この間までは半期中国の大学にオンライン留学をしていました。で、ごめんなさい。はい。特技は空手ですね。で、羊雲、中央大学 YMCA では、去年、2021年の12月から2022年の11月の1年間ですね、委員長として務めていました。簡単に羊雲中央大学 YMC は何をしているのかということなんですけども、こんな感じで、いろんな活動をコンスタントに継続しています。ワイズ係の東京八王子ワイズメンズクラブの方との交流は月1で行っています。かなりもう20年ぐらいの付き合いになるんですけど、欠かさず続けております。学外係の活動として、他の大学の学生さんと交流をする機会も数多く設けています。他にも地域の児童館や実習所、そしてゴミ拾いの活動なども実施をしております。大学のサークルですので、基本的なお金の管理や運営、組織運営などもすべて学生たちで行っております。では、目次ですね。なんでゴミ拾いをするのかというところから始めまして、時計回りに進んでいきます。ゴミ拾いと SDGs だったり、活動の記録、分析、成果、反省点、そしてお金の使い道と今後の展望、そして総括をさせていただきます。で、なんでゴミ拾いをするのかというと、これは一番最初のプレゼント、中間報告、どっちでも使ったスライドなんですけど、大事なことなので、こちら今回も使わせていただきます。ゴミを拾うことで住みやすい、きれいな地域を目指します。そうすることによって、意識、ポイ捨てをしない意識だったり、分別の意識を持つことができます。そして僕たちの活動している姿を街の人が見ることで、街の人たちもゴミを拾わない、捨てないようにしようという意識を持つことができるんじゃないかということで、はい、参加した人やそれを目にした人、周りの人の意識も変えられるんじゃないかということで、ゴミ拾いを始めました。というわけで、SDGs としては12、11、12、14ぐらいを、あたりをすごく視野に入れていました。はい。これから活動記録です。活動記録2枚ございまして、前半の1から7は、これは中間報告の時にも報告させていただいた活動記録になります。そうですね、基本的にゴミ拾いを数多く続けております。その中で他の団体とコラボをしたり、外部の主催のイベントに参加したり、実はゴミ拾いの大会というものもございまして、その大会にも出場したりということで、たくさん経験を積んできました。そして2枚目は、下半期というか、中間報告後からこの間までの活動になります。活動期限が1月までだったんですけど、ギリギリまで活動を継続していました。特に注目したいのは、もちろん活動もそうなんですけれども、 SNS での広告でしたり、ビブス作成に着手したあたりは非常に大きなことであったと思っています。はい、活動記録、じゃあ実際にどこでやったのかということをちょっとまとめさせていただきました。こんな感じなんですけれども、そうですね、やっぱり駅周辺が非常に多いのが特徴ですかね。はい、例えば関東の、ごめんなさい、立川とかの中央線って書いてあるところ沿いとかの駅周辺とかも拾ったりとか、あとは池袋って8番ですね、池袋で拾ったりとかもしました。そして駅だけじゃなくて、公園とか土手でも拾いましたよということで、4番、5番、そして12番ですね。12番は川越、埼玉県の川越の公園で拾ったのですけど、ちょっとこの地図だとどうしても川越を写すことができなかったので、上矢印っていう形で、もっと本当はもっと上にあるんですけども、公園でもやりました。で、中央大学の学園祭期間には中央大学で実際にゴミを拾うこともしました。そして7番ですね、海岸ということで、ちょっと下の方の江ノ島の近くら辺での海岸でゴミを拾わせていただきました。ここでも貴重な経験ができたと思っています。次から活動の分析なんですけども、駅周辺の街だったり、そして公園だったり、自然があると、そして海、この3つの分野に分けて分析をしていこうと思います。はい、ということで、まずは市街地編です。市街地編は11番、12、SDGs の11番、12番あたりが該当するのではと思いました。
分析の結果として手の届かないところに捨てられているゴミが非常に多いと、タバコがダントツで多かったというところが挙げられますというところでですね、一番左からちょっと写真を見ていきましょう。この左なんですけども、これは街によく植木が植えられてると思うんですけど、その植木の根っこがこう変な方向に成長しないように抑制する、まあ、網目状のこう板といいますか、床、鉄の板ですね、はい、でこれなんですけど、よく見るとこの穴の網の下にタバコがあると思うんですけど、こういう下にあるやつっていうのは、僕たちがトングとか軍手で頑張って取ろうとしても全然取れないゴミなんですね、はい、そして次、空き缶タバコ自動販売機の裏という感じで、かなりゴミが落ちているという感じはするんですけど、この空き缶とかはすごく、これきっとポイ捨てした人は罪悪感ありながらもポイ捨てしたんだろうなっていう感じが見受けられました。というのも、このカンカンは、緑茶杯のアルコールのお酒なんですけれども、すごく後ろの植物と同化しているように見えますよね。なんかそういうところらへんも、捨てた人はそういうのを意識してカモフラージュできるから割れないかもなっていうことをちょっと思いながら、罪悪感ありながら捨てたんじゃないかなってすごい想像しました。そして次、タバコですね。このタバコのところなんですけど、実はこれ斜面になっていまして、下にもタバコが転がり落ちています。そしてこの写真の上ですね、フェンスがあると思うんですけど、実はこのゴミは、このタバコのゴミは僕たちはこう取ることができませんでした。なんでかっていうとですね、駅の下の方にこう地下に続いている道路なんですけれども、これ四方にフェンスがある関係でどうしても手が届かないんですよね。なので私たちはすごくこれが拾いたいのに拾えないっていう思いで、すごく悔しい思いをしました。そして最後に自動販売機の裏側です。自動販売機の裏側、普段は見ることないと思うんですが、ゴミを拾ってるとそういうところにも目が行くようになります。すごくよく見えるのはコカ・コーラのペットボトルだったり、奥の方も真っ暗なんですけど、ゴミが散乱しております。こういったところ、まあ、あんま人見ないから捨てても大丈夫でしょっていうふうに、そういうふうな罪悪感を持ちながら捨ててるんじゃないかなということが、町の市街地のゴミの分析です。次が公園や土手ですね。公園や土手の特徴として、基本的に公園とか土手っていうのはその自治体とかが管理している関係で、基本的には綺麗でした、はい、というのも一番左、左から2番目の画像は吉祥寺の井の頭公園というところなんですけれども、その公園は公園のプレハブみたいなところがございまして、そこは完全にゴミを業者が、多分おそらく吉祥寺の自治体の方が管理しているゴミの捨てるところがあったりということで、かなり管理されているなと思いました。一番左側は埼玉県の川越市の公園なんですけれども、そこも落ち葉がすごい落ちてるんですけど、じゃあその落ち葉をこうかき分けたらゴミがあるかっていうと全くなかったんですね、はい、ただですね、分析の2番目の2番ですね、草木が生い茂るところにはゴミが隠れているところで、右側、真ん中から右の2枚のこの3枚についてお話しします。この2枚目の真ん中の写真なんですけど、これは荒川の土手で拾った時です。普段はフェンスの外側、これフェンスの外側を撮っているんです、拾っているんですが、特別に入れてもらえて拾わせていただきました。やっぱり人があまり行かないところ、そして草木がそうに生い茂っているので、かなりゴミがあって、すごく言葉は悪いですけど、拾いがいはあったかなと思います。そして右2つですね。これは最初に先ほど紹介した左側の写真の公園と同じところにございます。ただ場所が違うのは草木が生い茂っているというところです。右から2番目の学生はピースをして大きな袋を持っていますが、たくさんのゴミをこの茂みから見つけることができました。はい。で、ゴミの内容としてはこんな感じで、結構、なんというか大きめのゴミが無造作にこう捨てられていたり、こうペットボトル2つに容器が1つで、多分ここら辺で食べた後に人があんま来ないからっていう理由でここに捨てたんじゃないかなと思います。ちなみになんですけど、この右から2番目の写真、男の子がピースをしているこの後ろが背景ですね。実はここに川がありまして、この海辺にもたくさんゴミがありました。ということで次は海辺編です。海辺編ですね、特徴としては食器容器のゴミなどがたくさん落ちていたこと、そして細かく軽いプラスチックゴミがあったこと、そして海洋プラスチックゴミに相当するものが見つかりました。
まず左から2番目ですね。先ほどもと同じ写真を掲載したんですけど、これ以外にもたくさんのこういう食器用のゴミが見つかりました。そして一番左です。これは海岸でゴミを拾った時なんですけれども、よく見てもらうと、ペットボトルだったり、缶だったり、じゃがりこのゴミとか見えると思うんですけども、やっぱりそういった食器品のゴミが多かったです。それにプラスして、右から2番目、ビニール袋のゴミなんですけど、これも同じく海岸で撮影した写真です。おにぎりのラベルのとこが見えると思うんですけど、ほとんどそれでした。やっぱり海の近くはちょっと風があるということで、軽いものとかはすぐに飛ばされたりするんですよね。まあ、そういうことで軽いゴミっていうのが、たくさん落ちていたなという感じがしました。最後に右側なんですけれども、これは海洋プラスチックゴミに相当するものだと思います。これは川のギリギリのところの水辺のところで拾って、軍手の下は砂利だと思うんですけど、そこに落ちていました。ただこれ落ち方がすごく特殊で、表面には落ちていなくて、ちょっと砂利をさっとかき分けると、こういう海洋プラスチックゴミが無数に落ちていました。はい。なので私たちはそのここでゴミ拾った時はひたすらこれを拾いまくっていました。見てわかる通り、指と比べてもこんなにちっちゃいゴミなので、これが海に流れ込んだりしたら、お魚さんたちはきっとこれが食べ物だと思って食べてしまうんじゃないかなと予想しています。次からは活動の成果です。これはすごく頑張ったなというところをご紹介します。羊雲は、リブスの作成を今回させていただきました。目的としては町の人に注目してもらうためと、組織に統一感を持たせるためです。右側のものが実際のビブスになります。写真で見ると分かりにくいかもしれないんですけど、めちゃめちゃ可愛いデザインになってます。はい、僕も後輩がデザインしてくれたんですけど、本当によく作ってくれたなと思います。下の写真は実際に学園祭でゴミを拾った時なんですけれども、結構白とこのピンクの色が目立つ色ですので、かなり学園祭期間も目立っていたと聞きました。ちょっと僕は参加できなかったんですが、はい、かなり目立って周りの人にも見てもらったということです。で、成果のところにも学園祭の時には多くの人に見てもらうということで、学園祭の運営のツイッターがあるんですけど、ツイッターの方で羊雲さんがゴミを拾ってくださいましたみたいな感じでこうアナウンスもしてもらえたので、それはすごく嬉しかったなと思います。はい、成果2としていろんな団体の方とコラボさせていただきました。これまで羊雲は既存の方と一緒に活動する、もしくは児童館など実習所などの施設に赴くということが多かったんですけど、こういった形で1回の活動でちょっとコラボするという機会はこれまでなかったので、これは非常に成果として言えるのではないかと思います。左のエコラーさんというところは北京語源大学東京校の環境サークルでして、私が中国語を勉強していて、その関係で出会った環境ボランティア付きの高校の友人なんですけども、その方と一緒にじゃあやろうよということで始まりました。はい、で真ん中ですね、立教大学 YMCA と中央大学の理工のボランティアサークルリコボラさんとの3団体合同の活動がございました。これはですね、初めて羊雲は都心の池袋でゴミを拾ったということで、かなり参加された方はゴミいっぱいあるなという感じで刺激を受けたと聞いています。はい、そして右側ですね、合田義雄部っていうところのゴミ拾い甲子園の主催、合田義雄部さんがゴミ拾い甲子園を主催してくださったんですが、そちらに2回ほど参加させていただきました。ゴミ拾い甲子園ではない合田義雄部主催のイベントにも一度参加させていただいていて、かなり密接な関係を築くことができました。はい、というわけで活動成果の3つ目はゴミ拾い甲子園での入賞です。簡単にゴミ拾いで大会ってどうやってやるのかってちょっと想像もつかないと思うので、簡単にご説明させていただきます。5人1組でチームを作ります。でゴミを拾いながら拾ったゴミを項目ごとに表に記入していきます。この下の表みたいのを1人が持ち歩いて、こう例えば拾いながらプラスチックゴミがあったらプラ1です、プラスチックが1個見つけました、例えばペットボトルが入っちゃったらペット1ですみたいな感じでこう報告していきます。でちょっと薄いんですが、こう正の字を書いていって数をカウントしていくっていうものが大会です。時間が1時間と決まっておりまして、その1時間でそのゴミを拾った後に、じゃあ赤は何点ですとかで言われるんですね。
この場合、今回は赤が7点とか、黄色が2点とか、緑が1点、青が5点という感じで割り振りがされて、それの合計回数、あの合計のポイントをチームごとに競い合うというものがゴミ拾い甲子園のルールです。羊雲は過去2回あの出場したんですけど、どちらも非常にいい成績を収めることができました。はい、というのが次の画面です。6月5日に行われた大会では初参戦でチーム優勝を収めることができました。はい、あの僕が当時は委員長だったんですけど、僕は非常にゴミ拾いが好きな人間で、もう絶対勝つぞって言ってたので、あの目標かなってすごく嬉しかったんですけれども、はい、残念ながら表彰式の時雨が降ってしまっていて、ずぶ濡れで帰ること、表情はずぶ濡れになってしまいました。はい、次ですね、11月27日、あ、ごめんなさい、そのもう一個付け加えて言うと、先ほど見せた軍手の上に海洋プラスチックゴミがたくさんあったと思うんですけど、あれがやっぱり環境に負荷が大きいということで、ポイント非常に高くてですね、私のチームはそれをめちゃめちゃたくさん取っていたので、それによってチーム優勝できたんじゃないかなと思っています。で、11月27日の川越水上公園での大会ですね、あのいろいろ今回は飛躍したなと思うのが、選手宣誓を僕たちのところからさせていただいていて、僕がしたんですけれども、緊張したんですけど、はい、なんとかかっこよく言えたと思います。で、チーム部門ではあの6月は優勝だったんですけど、今回準優勝ということで、非常に僕は悔しかったんですけれども、やっぱり前回優勝してノウハウを生かして、公園の野原とかじゃなくて多分海沿いにあるぞということで、先ほどこうピースしてた男の子がいたと思うんですけど、あそこら辺のゴミをたくさん漁っていました。一人セーターで参加している子がいて、ああいう茂みから出てきた後のセーターにチクチクがこう全身についちゃってて、非常にかわいそうだったんですが、準優勝できていて私たちはお喜びしました。そしてですね、同時に開催されたゴミ問題に対する対策プレゼン大会っていうのも D ブロックで優勝を同時にすることができました。僕のチームが D ブロックに割り振られて、で他の大学とか団体もいらっしゃった中で、川越って小江戸っていう、まあ歴史的町並みがあるところが有名なんですけど、そこのゴミ対策をどうするかっていうところで、私たちがプレゼンをしたのが1位に選ばれて優勝をしました。はい、余談なんですけれども、A、B、C、D あって、D ブロックは中央大学 YMCA が優勝したんですが、あの A、C、D は全部立教大学 YMCA が優勝したので、対策に関しては YMCA はバッチリなんだなと、すごくあの面白いなと思っていました。はい、反省点です。爪が甘い点もあったのは事実だったと思います。特に週末が人が多くてあまり拾えなかったところがあるんですね。この写真、真ん中の写真は、町田駅という非常に人が多いところで拾ったんですけど、見てもらえると分かるんですが、ゴミ袋持ってる人が右上の男の子と左下の男の子ぐらいでして、全然ゴミが拾えなかったんですね。っていうのも人が多すぎて、人ゴミがあるところで私たちが拾おうとすると、私たちが通行の邪魔になってしまうんですよ。そうすると非常にあの全然知らない人たちに迷惑かかるなと思って、ちょっとあんまり拾えなかったっていうのがすごく反省点でした。こういったところも検討して、まあ、平日開催とかも検討できたらと思っています。そして広告を生かしきれなかったっていうところなんですけれども、先ほど申し上げた通り、羊雲はインスタグラムで広告をさせていただいたんですね。で、写真にもあると思うんですけど、現在宣伝中っていうのがあって、この宣伝中だとインスタを使っているユーザーの方に羊雲のこの活動の案内が出やすくなってくるんですよ。で、確かにアクセス数とか増えたんですけれども、ちょっとそれをうまくフォロワーにつなげるとかいうことができなかったなとすごく反省しています。そしてもう一個です。ゴミ拾いマップの完成ということで、ゴミ拾いマップとは何かと言いますと、大学の地図ですね。大学のどこにゴミ箱があるのかっていうのをマーキングして、それを大学の地図に、大学のキャンパス内に地図として大きく貼ろうっていう企画をしたんですけれども、ちょっとなかなか困難が重なりまして、最終的にちょっと断念することになってしまいました。その理由としては、大学のキャンパスを示す白地図、右側の写真にあるような白地図ですね、あれがですね、中央大学内全土にはないということが分かったんですね。こういう経済学部っていうような学部棟はあるんですけど、その他のサークル棟だったりの地図っていうのは事務室とかに問い合わせてもないということで、そちらの方が制作できませんでした。そしてですね、拡大印刷ができなかったっていうのも大きな敗因だったと思います。
どうしても学生だけの団体だったので、ポスターを作ってもらうというところまで踏み切ることができずですね、印刷ができずに頓挫してしまいました。はい。お金の使い道ですね。私たち羊雲は6万円分の支援をいただきまして、以下のようなものを購入させていただきました。はい。かなりまんべんなく使わせていただきました。本当に支援いただきありがとうございました。今後の展望として、私はもう3年生で引退にはなってしまっているんですが、非常に未来は明るいと思っています。実はですね、立教大学 YMCA とのコラボが今週末に行われるんですね。僕も参加する予定なんですけれども、非常に楽しみです。はい。で、法学部生、中央大学の顔と言われているんですけども、キャンパスの移動がございます。キャンパスがどこに移動するかというと、これまで八王子市の東京の西側にあったんですが、池袋の方に、都心に移動することになったんですね。じゃあどうなるかというと、都心でのゴミ拾いが非常にしやすくなるなというところで、今後は都心でのゴミ拾いを増やしていきたいなと考えています。そして JR、僕のその法学部がキャンパスに移動することによって、あ、こういうのやってみたいなというところで、JR 中央線沿いのゴミの比較をしてみたいというところで、中央線ですね、都心から結構八王子の方ら辺をつないでる路線なんですけど、場所によって静かだったり賑やかだったりというところで、各所各所のゴミを比較したら面白いんじゃないかなと思っております。はい。感想ですね。はい。ゴミを捨ててる人には罪悪感があるんじゃないかなとか、ポイ捨てして環境越しての人間だったりなだったりだなとか、少しならいいかなっていうちょっと甘い気持ちとかがポイ捨てにつながっちゃうんじゃないかなと思いました。ただですね、その一方でありがとうって声をかけてくれる人もいましたし、ゴミの捨て場が困っていて、僕たちがこうゴミを街でゴミを拾っている時に、あ、すいませんちょっとこれいいですかって言ってくれる人もいらっしゃったり、すごく優しい方だとジュースを掘ってくれたりしたら、これで好きなの飲みなって言って、僕は美味しいの飲みなんですけれども、はい、そういった感じで僕たち若者ながらに社会に対して思ったことは、いい人もいれば悪い人もいるのかもなっていうところはすごく思いました。僕はどちらも見れたなと思っていて、逆に特に右側の声かけてくれたり奢ってくれた人のことは今でも鮮明に覚えています。はい。というわけで最後にじゃあもう一回立ち返りましょう。なんでゴミ拾いをするのかってところで、はい、ゴミを拾ってその場をきれいにするだけでなく、参加した人やそれを目にした人の意識も変えられるんじゃないかというところで、私たちはゴミ拾いをしました。ご清聴ありがとうございました。以上でお発表終わりにします。はい、杉口さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。とても話の内容も興味がとても持っててですね、とても分かりやすく話していただいてありがとうございました。ありがとうございます。